はい、どうも、沢田信也です。今回の話し相手は、明日さんです。はい、明日さんです。よろしくお願いします。どうもどうも。はい、はい。まあ、今日は漫画の話ですけれども。はい。大神さんダダ漏れですという漫画の話をしようということでね。はい。もともとこれは何やろう、アフタヌーンで連載してるんですかね、今。そうですね。アフタヌーンで毎月。私はアフタヌーンで読んでますという。アフタヌーンで買ってるんですか？いや、あまりよろしくないですけど、立ち読みをしておきます。いや、なんか結構学生の時アフタヌーン買ってたなぁと思って。で、当時なんかすんげえ分厚かった印象があるんですけど、今でも分厚いんですかね。今でも分厚いけど、どうなんだろう。昔の方が分厚いイメージですけど、ね、良くも悪くもアフタヌーンって個性がすごい漫画の、漫画雑誌のイメージがあって、合う漫画合わない漫画あるんで、ちょっと買うのあれだなぁとか勝手に思ってるんですよね。昔なんか俺の時何やったっけ、横浜買い出し機構とか。はいはいはい。寄生獣とか。はいはい。あと、ああ女神様もアフタヌーンやったんかなの気がする。あそこら辺の、ある意味、俺的世代的にはここ、黄金世代的な感じやったんで。結構、なんだろう、本当に、いろんな方向に作者の個性を、あんま縛ってない感じがあって、うん。なんかこう、個人を尊重するみたいな感じの印象がありますけどね。そうですね。うん、僕はこの漫画を、無料の漫画アプリの LINE 漫画で知ったんですよ。はい。で、結構無料の漫画アプリって、いろんな出版社の人が多分お試しケースとして何話かをこう無料で配信してるじゃないですか。ですね。なんか、そう、いまいち、あれ、これ講談社だよなとかいうのがいろいろ、なんか、正確にどういうあれになってんだろうってよくわかんなかった。やっぱそういうことですよね、お試しでって。お試しですね。LINE漫画も結構な話数を配信してくれるんですけど。うん。まあ、ある一定の話になったら、なんか、急にありがとうございました、みたいな感じで終わるんですよ。まるで打ち切りかのように終わっていくんですけど、まあ。あとは勝手ね、という。その、広告期間終わった、みたいな感じなんやろうなと思って。はいはい。で、まあ、LINE 漫画で新しい漫画が配信される際は、まるで新連載かのようにこう配信がされるんですけど。はい。それで第1話見たときに、あ、もう面白いな、これって思って、もう即単行本を買ったっていう。はあ、で、まあ一応今2巻まで出てます。そうですね。で、両方とも買ったということですかね。うん。大神さんダダ漏れです。吉田丸優という作者の方ですけど、はい、現在2巻まで発売されてますけどね。はい。私もアフタヌーンで読んでて面白いなと思って、うん、ずっと毎月読んではいたんですけど、まあ、単行本買ってもいいけどどうしようかなと思ってたところで、まあ、沢田さんからお話いただいて、よし買おうと思って、改めて今回読み直してました。はい、結構ね、漫画買うときってなんか、何やろ、直感というか衝動というか、なんか、連載を追っているだけで単行本買わないときとか。そう。連載も追ってて単行本買うときとか。で、こう、連載は見ないで単行本だけ買うときとかあるじゃないですか。まあ、いろいろ、はい、はい、ありますね。で、だいたいこの単行本買うときっていうのは結構僕はこう、単行本だけで追っかけていきたいときが多いんで。なんか、まあ、1話なのか、まあ、途中の何話かは、まあ、そのときどきなんですけど、ぐっと引き込まれたときは、うん、こう、そっとこう、単行本で見ようと思って、買ったりするんですけど。まあ、今回はそうでしたね。単行本で見たい感じ。うん、ああ、もう引き込まれたというか、一定レベル以上に。そうですね。いや、まあ僕も、好きですよ。うん。何に、まあまあ面白い漫画やから、興味がある人は買ってねって感じなんですけど。はい。とりあえずその1話の引きがすごいわかりやすかって、まあ単にその大神さんっていう主人公の女の子がいるんですけど。ああ、そうですね。うん。まあ、なんか語弊がありますけど、まあはっきり言うと、毎日こうエロいことを考えてるっていう。まあ、むっつりスケベみたいなイメージが近いんですかね。そうですね。男でいうところの。女の子で。うん。一応設定的には、まあ、思春期真っただ中の、まあ、女子なんで、まあ、男子と同じく、そういう性的なものには興味持ってるよね、と。うん。ただ、はい、おそらくこう、この物語の中では、こう、他人と比較して、ちょっと強めの、こう、興味みたいな感じで。そうですね。まあ、ただ、本人はそれが、まあ、ぼっちなんで、それも、どうなのかわからない、うん。みんなはどう思ってるんだろうみたいなところでもちょっと思い悩んだりはするんですが。うん。うん、で、まあ、1話の冒頭から、こう、男性器の断面図を、こう、保険の教科書で見ているみたいなところから始めて。そう。で、同級生の女の子に何読んでんのみたいな感じのことを話しかけれて、いやーみたいな感じでね。
これは保険の教科書なんですかね。なんか、いやどうなんでしょうね。ブックカバーつけてるからなんか自前でこういうの買ったんだなって思ってますけど。まあまあそうかもしれないですね。それを教室で読むっていうのもちょっとびっくりですけどね。まあまあまあ、漫画上か、なんかね、過剰に描かれてますけど、変は変ですけどね。うん、この大亀さんも大体。はい。で、そんな中、まあ偶然な、タイミングでこう、誰でしたっけね、この男の子ね。ヤギ沼くんですかね。ヤギ沼くんですか。うん。ヤギ沼くんっていう男の子と出会うんですけど。はい。まあ、この男の子がちょっとした特殊な、まあ、まあ、物語上では病気ってなってますけどね。まあ、能力なんですかね。うん、まあ、わかりますけど。まあ、別にこれ1話からね、語られてることですから、別にネタバレでもなんでもないと思うんですけど。はい。触れた人は、はい。自分が心の中で思ってることを無意識に口にしてしまうっていう。そう。本音を。うん。だからまあ、よくも昔あの、悟られっていう漫画あったじゃないですか。ありましたね。うん、自分の心の中の声が、もう、そのままダダ漏れてしまうみたいな。うん。感じ。ヤギ沼くんはあれを、自分を介して人にやってしまうんですよね。そうですね。だから自分の心の声が漏れてしまうのは、ヤギ沼くんに触った人なんですよね。うん。あれがすごい特殊で面白いなと思ってて。うん。あんまり聞いたことないですよね。その設定として。そうそう、まあ、その悟られの逆で悟りですか、うん、周囲のことが分かるっていうのは、なんか分かりますけど、それともちょっと違うじゃないですか、これって。うん、だから、まあ、ちょっと珍しいなとは思いました。そうなんですよ。で、漫画上、ね、うまいことできてて、なんかそのヤギ沼君を中心にちょっとした不思議なことが起こるんですけど。うん。で、それがなんでそういう風になってるのかなっていうのが漫画的にこう、興味を持って先を読んでいくと、もう最終的にそういう能力でした、みたいなオチがついて、はい、うん、なるほどなって思った時に僕はこう漫画を買いに行ったんですけど。あ、すごい、ここで。ああ、なるほど。で、まだ言ったら、その、ヤギ沼くんがそういう能力を持ってるってことは、あくまで、前提であって、うん、この引きじゃないってところからがすごい好きやったんですよね。なんか通常そういう能力を隠すとこから始まって何話かダラ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 行ったりするじゃないですか。はい。なんかそういう、ね、そういう能力があること自体がなんか話の肝として進んでいったりするんですけど。うん。この漫画においてはあくまでこう前提っていう。まあ、そうですね。だから、それはあんま気にすることじゃないというか、それに関して。で、その上で、まあ、大神さんと八木沼くんの、その、なんて言うんですかね。まあ、まあ、人としてのコミュニケーションの話っていうのが毎回繰り出されるみたいな。うん。まあ、友達になろうよというか、友達の練習をしようよみたいなことを言って、うん、まあ、二人、いろいろ、話したりしていくっていうようなストーリーですけど。うん、で、まあ、話の面白いところ何かっていうと、まあ、基本、大亀さんは常にエロいことを考えているので、はい。何かしらこう、ヤギ沼くんに触れる時があると、その時思っているエロいことを、口にしてしまうっていう。そうですね。ここが一番面白い。っていう、ちょっとしたギャグが挟まれるっていう、そこが毎回面白いところなんですけど。うん、結構、そういう、なんて言うんですかね。こう、なんやろう。まあ、登場人物みんな嫌じゃないっていう感じの。うん、いい子ですね。うん、その途中ちょっと出てきた、なんか、ライバルでも違うか、ちょっと。うん、嫌な子かなって思った子もいい子でしたね。そうですね。あの子も結局脇毛、男の人の脇毛どうなってるんだろうみたいな。二巻で、ちょっとネタバレになるんですけど。うん。セックスするときどうなってしまうんだろうみたいな、ちょっと、面白かった。あ、確かにと思って。いや、だから本当、なんか、なんて言うんですか、やっぱり高校生たちの登場人物の話やから、基本はやっぱりこう、うん、ラブな話なわけですよ。恋模様が描かる話なんですけど、ね、やっぱりこう、人が人を思う際の自分の心の中でこう、悶々としている気持ち、まあ、うん、真面目な話であったり、嫌な話であったり、時にはエロい話であったり、いろんな考えがですね、本来それはもう好きな人とかにはこう、知られたくなかったりするわけじゃないですか。うん、でも、この漫画の中では、まあ、八木沼くんのこの特殊な体質のせいで、時としてそれがこう、こう意図せず外に出てしまうっていうところから、こう、またそれを起点にした、こう、人間関係のごちゃごちゃが、こう、描かれちゃうっていうところが、面白な感じなんですけど。はい。うまくまとまってますよね、うん、それに。うん。やっぱりこう、僕的に、いいなと思ったのが、やっぱ大神さんが、それを踏まえても、うん、こう、やっぱり八木沼君とこう付き合っていこうっていう、この姿勢とか。うん。なんか、結局、その、なんていうんですか、自分が常にこう、エロいことを考えているっていう。ある種それにちょっと罪悪感というか後ろめたさみたいなものとか、ちょっと自分は人と違うんじゃないだろうかみたいな、
ある種の、こう、うん、まあ、なんていうんですか、隠したい気持ちがあったんが、うん、ある種、ヤギノー君と出会っていることによって、そこあんま気にならなくなってんなっていうね。そうですね。本当、あの、普通、ね、こんな、相手がこういう体質って敬遠しますけど、うん、でもそれが、結果的に悪い方向には働いてないんですよね。うんうん、話の持っていき方、作り方とするならば、その、隠したいっていうところで話を作れたりもするじゃないですか。うん。なんか隠したいでも触れちゃうからバレちゃうみたいなところでのドタバタみたいなところでも作れちゃうし。うん。実際なんか自分の心の中で現実の世界であったとしても自分の心の中でこう何か思ってたりする場合、バレる方が嫌っていうのが大体いいじゃないですか。まあ、そうですね。うん。でも結構大神さんはですね、まあ、エロいことを考えていることをバレたら恥ずかしいっていう気持ちあるんですけど、うん、結構漏れてももう大丈夫な感じになってきてるんですよね、なんか。そうですね。当たり前みたいな感じで。うん、なんかそこがすごくいいなと思って。まあ、単純に僕は大神さん可愛いなと思います、うん。うん。なんか結局はなんかまあ、簡単な言葉ですけど、まあ純粋やなと思うんですよね。うん。ある種こうエロいこと考えてるんですけど、なんか横島なことは考えていないんだなっていう。あ、なるほど。エロいことを考えているけど、横島なことはっていうのは、いや、うまいですね。そうそう。だから、ある種、バレても問題ないんですよね。うん。まあ、本人は気にするかもしれないけど。周知ではあるかも、恥ずかしいかもしれないですけれども、別にそれがバレたからといって、うん、なんか、まあ、いけないことではないし、そうそうそう、あの、周囲に不快感を与えることでもないし。私だってそう思ってるんだから、なんですよね。うん。だから自分の心の中ではこう思ってるけれども、人と接するときにそうは思ってませんよ、みたいな人は、ヤギ沼子に触れると気まずいんですよね。うん。だからライバルの女の子なんか、やっぱりちょっとなんで私じゃないのみたいなのがバレたときに、ちょっと気まずい感じになってました、うん。そうですね。うん。まあ、でもあの子も悪い子じゃない。そうなんですよね。うん。でもそう思ってしまう。そうそうそう。人として当然の話じゃないですか。まあ、本音と建前っていうのがあって、うん。やっぱりそのバレて欲しくない本音の部分みたいなのはあったりするじゃないですか。うん。普通、現実世界では一切そういうのは見せないわけですからね、普通は。うん、やっぱり自分が大切に思ってる人とか、まあ、ある種恋愛なんか特に、自分の心の中で思っている嫌なところは隠したまま、相手にはよく思ってほしいみたいなとこあるじゃないですか、やっぱりね。いや、もうもちろん、それはもう、もちろんです。あるじゃないですか、というか。うん、で、それって当然、人として当然の気持ちやと思うんですけど、やっぱバレると気まずいっていう。うん、それがまあ普通の人かなって思うわけなんで。うん、なので、大亀さんのライバル的なあの女の子は、ちょっとなんか、バレた時にすごい気まずかったじゃないですか。まあ、普通の人というか、まあそうですよね。うん、まあ、一般のね、僕らですよね。うん、そう。そういう意味では大神さんはちょっと特殊で、なんか自分の思っていることに対して普通にピュアっていう。そうなんですよね。その、本当にそれはそうで、毎回その大神さんが少しエロいことを言うんですけど、うん、でもなんかそれ、言ったことに対し、すぐ、その、自己嫌悪感とかってそんなないですよね、なんか。うん、やし、これ、やっぱりこう前提として、ヤギ沼くんが、もうそういう能力を持ってるっていうことを分かっているから、うん、嘘だからって言えないんですよね、これ。バレた瞬間に。まあまあ、そうですね。そんなこと思ってないからとはもう言えないわけですよ。本当のことが漏れてしまうんで、うん。なんかそういうところ、やっぱりその、なんて言うんですかね、そこがまあ漫画としてのフィクションとして面白いところだと思うんですけど、現実的にはまあ人はやっぱり心の中で思ってる本当のことっていうのはなかなか口に出せないわけで、で、それが仮に外にバレた際に、それを本当に僕そう思ってますからとはなかなかこう言えないわけじゃないですか。もちろん。うん、どこかこう自分よく見せたい。そうそうそう。やっぱりそれはどこか誰かにとっての不都合であったり、自分のにとっての不都合であったりするわけやから、まあ、まあ漏れない方がいいっていう話もあるでしょうし。でも本当は、本当の意味での理想を言うなら、言うのであるならば、すべての人間がオープンマインドになれば、そっちの方が楽は楽なわけですよ。だったらまあ単純な話、俺あいつのこと好きっていうのが、分かってた方が楽は楽だと思うんですよね。はあ、まあ楽という。だって言ったら、本当にあの人は私のこと好きなのかな、どうなのかな、嫌われてるのかなって思うから悩むわけじゃないですか。ああ、まあ確かに悩むことはなくなる。そう、悩むことはなくなるんですよ。かもしれないですね。
ただ、まあ、例えば、私はあの人のことが好き。あの人はどう思ってるのかしら。本当に心の蓋を開けてみたら別に好かれてなかった。っていうそのショックさありますよ、そら。うん。でもそれは自分の心が思う不都合な結果でしかなくて、うん。その人のせいではないですよね。そうですね。だってその人は自分のことを好きじゃないのはもう仕方がないじゃないですか。うん。でも、まあ実際の人間関係の中では、それを堂々と言う人なんかいないわけですよ。それが、そうですね。相手にとっての配慮でやったりするわけでやったから、うん。でも逆にそこで悩むっていうのがあるわけじゃないですか。あの人は私も好きなのかしら、うん、私がこんなことしたらなんて思うのかしらっていうね。うん。でもまあ、そこが、全員が全員仮にオープンであったとしたら、まあ、楽は楽ですよね。ただ問題はまあ起こるでしょうけど、いろいろ。うん。はあ、確かに。ね、やっぱりもう、さん、ん？はい。え、もう一つ、どう？何？何？やっぱ、沢田さんすごいっすね、と思って。何が？なんか、すごい、そういう風に見ると深い漫画に思えてきたと思って。いや、僕はこれ深い漫画に思いましたよ。で、もう一つこれ何が深いかっていうとね、一つ目は、その、結局、人はオープンマインドになればなるほど、自分の気持ちに素直になればなるほど、なんか生き生きとしてくるんだなっていう風に思うわけですよ。ああ、そうですね。で、結局そうすることによって、大亀さんは友達が増えとるんですよね。うん。結果的に、まあ、それまでずっとぼっちだった。そうそうそう。1話の段階では。うん。だ結局、大亀さんにしてみたら、その自分はすごいエロいことを考えてるけど、周りの人はどう考えてるんだろうとかね。要は、他者が何を考えてるのかがわからないっていう状態からスタートしてるわけじゃないですか。うん。でもそれを聞く勇気もないし。そうそうそう。やし、そもそも自分がおかしいんじゃないかなと思ってるわけじゃないですか。で、言ったらそこをおかしいと思ってるから、こう隠したいっていう気持ちからスタートしてるわけですよ。でもこのヤギ沼くんの能力に触れてしまったことによって、もう自分がエロいことを考えてるってことはもうバレてるわけなんですよね。うん。ほら、まあ、強制的に。少なくともヤギ沼くんにはバレてるわけじゃないですか。そうですね。ならある種、自分という人間を否定する必要がなくなったわけですよ、ヤギ、その、オオカミさんは。おー、はい。よったら、確かに。エロいことを考えてるという自分は別に悪いとも良いともないわけですよ。バレてるからもう、ヤギ沼くんには。うん。ってなったら、ある種、心軽くなってるはずなんですよね。あー、なるほど。よくも悪くも、ヤギノー君は、大神さんがエロいことを考えてる人だってことを知ってくれてるわけじゃないですか。で、それに対してまたヤギノー君も否定はしないじゃないですか。そうですね。一番なんか、さらっと書かれてあったけど、なんか、慣れてるって書いてあって、もう子供の頃からヤギノー君はそういう体質なので、周りの人間がいろんなことを考えてることにはもう慣れてるっていうね。うん。そういうところ、まあ、言ったら、受け入れがもうできてるわけなんですよ。人が何を考えていようとも。うん、だから、ある種、大神さんはもう肯定されてるんですよね。ヤギ沼くんに。ってなったら、なんか、急になんか生き生きとし始めて、なんか、結果としては友達すげえ増えてるし、もうぼっちじゃないし。確かに、そう。生き生きっていうのは本当にそうですよね。良かったなと思います、うん。その1話とその2巻の最終を見比べて。そうそう。旅行とか行ってるからね。そう。友達も増えたし、うん、ね。まあ、ネタバレなのであんまり言わないですけど。うん、まあ、漫画と、漫画がゆえの、まあ、そら都合のいい話で、なんか友達が、心よく大神さんのことを受け入れてくれるっていうのがあるからこそそういう話になってると思うんですけど、まあ、結局はなんか自分が何を思ってるかとかっていうのが外に出ない限りは何もコミュニケーションの輪も広がらへんってことだと思うんですよね、これ。いや、まあ、でも実際、現実でもそれはそうですよね。うん。当たり障りのないことだけ言ってても、まあ、どうしようもないというか、うん。結局その人の人間性がわからないんで。そう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 。で、やし、やっぱり自分が誰か他者に声をかけない限りは、その人が何を考えてるかなんてこともわからへんわけやから、うん。やっぱり、勝手に自分の中の世界観でこう思い悩んでるだけじゃないですか。はい。簡単に言うと。うん。まあ、ただそこを踏み切る、意欲とかっていうのはすごい大変ですよ。だから、うん、そこはま簡単にはできないのは前提の上で、でもまあ仕組みとしてはそうじゃないですか。うん。ただこの大神さんはこのヤギ沼くんの能力を返したことによって、なんか多分自分の心の何か枷は外れたんだろうなっていうところがなんかすごいいいなと思って。おお、素晴らしい。で結構ヤギ沼くんを中心に出てくる登場人物が大体それでこう枷が外れていってるじゃないですか。うん、そうですね。うん。あの不良みたいな、こわもての男の子とか、うん、実は裁縫が好きやねん、みたいな感じであるから、うん。なんか、結局はなんかその自分が持っているであろう、ある種の後ろめたさとかコンプレックスとかっていうところも、
まあ肯定してくれる人が一人でもいるならば平気になるんだな、みたいな感じのね。あ、確かに。それはでも、よく言う話ですよね、本当に。そうそうそう。例えば、まあ、なんか聞いた話ですけど、まあ、あんま、こういうところで言うのにそぐうかわかんないですけど、うん、いわゆる、まあ、インターネットが始まって、うん、なんか性的マイノリティの方、うんうん、あ、それは性的マイノリティっていうのは LGBT とかじゃなくて、例えば性癖がちょっと特殊だとか、いう人は、あ、仲間がいるんだとか、うんうん、こういうことを考えててもいいんだって思うようになったみたいなのを聞いたことがあるなと。いや、ほんま、ほんまそうやと思いますよ。まあ、一番やっぱりね、性的な話で、例えるのが一番みんなにもわかりやすいだろうから、ね。言ったら、なんたらフェチなんか最たるもので、うん。インターネットがなかった時代なんかは、自分が、女の人の首筋のここにめっちゃ興奮覚えんねんっていうことを、言うということ自体いいのか悪いのかもわからへんし。いや、そうですね。今でこそ、そうやってなんとかフェチっていう言葉が一般化されてますけど、うん、なかなか、僕、うん。まあ、僕は、インターネットネイティブなんで、どっちかっていうと、昔のことはわかんないですけど、うん、やっぱ、そういう空気少なかったんですよね、多分、うん。なかなかこう、なんて言うんですかね、歩み寄る速度っていうのはすごい遅かったと思いますよ。やっぱインターネットがなかった時って。うん、知る手段がないし、やっぱ、知ってもらうためには、まず自分から表現しないといけないけど、その表現にはすごいリスクがついていたので、うん、そうですね。難しかったと思うんですよ。うん、やっぱりそういう自分の中に持っている価値観、もしかしたらこの価値観は人とは違うかもしれないっていう、うん、この不安感っていうのを払拭するスピードっていうのはインターネットが出てきたからすごい速くなったと思うんですよね。まあまあ、ただ同じ性的思考を持つからといってみんな友達になれるかってまたそれ別の話なんですけど、うん、まあただもちろんさ、いろんな人がいて叱るべきですから、うん、でもそうやってね、自分と同じ趣味の人がいる、まあ自分が許されるというのは違うかな。まあでも、悪いことではないと。そうそうそう、そう、うん。同じような人いるんだっていう安心感ね、うん。自分一人ではないんだっていう安心感。いや、わかります。やっぱそういうのはインターネットがあったからこそ、なんていうの、よくも悪くも、俺変態だからとか声高らかに言えちゃうわけじゃないですか。ね、だいたい声高らかに俺変態だからとか言ってるやつ、だいたい変態じゃないからね。うんまあね。まあちょっと特殊、自分のことを特殊なキャラに仕立て上げたいだけのやつやからね。はい。まあ何も私はノーコメントですけど。ね、急に毒吐いたなって自分で思いますけど。はい。あれそういうこと言うんだと思って。いやいや、まああんな見てるとすごいなんか寒くなるんで、なんかちょっと、思わずちょっと毒づいてしまいましたけどね。いやまあ、わかりますけどね、うん、それは。いや、そうなんですよ。誰しも特殊な何かになりたいですから。うん。でも変態っていうのはあまりにも、安易すぎる選択やなってめっちゃ思ってしまうから。なんか、ほんまにとことん変態になったら、お前誰からも好かれへんぞってめっちゃ思いますからね。まあ難しいですよね。その、うん、なかなか変態さんとかは大変だなと思いますよ。いや、だってもう、漢字が変態ですからね。それはもうそんな認められないでしょ、この人には。どこに行ってもマイノリティでしかないですよ。まあね、でも、そういう星の元に生まれてきてしまったわけですからね、うん、と思って。でもマイノリティやから、マイノリティってことはある種特別ってことなので、はい。やっぱりこう手っ取り早く特別になりたい人は変態を名乗るよなってめっちゃ思うんですよね。でも本当の変態は名乗れないんじゃないの？名乗れないです。名乗れないし、名乗ってもないのになんとなく距離取られてるでしょうね。ああ、なるほど。でもそんな変態でも、自分一人じゃないんだっていうことが、なんか分かれたのがインターネットやと思うんですよ。やっぱりこう孤独であることっていうこと自体がやっぱりこうね、どこかこう生きづらくさせてしまうじゃないですか。はい。でもやっぱ一人じゃないんだっていう、別にそいつが身近にいなかったとしても、自分のような人は一人じゃないんだっていう気持ちが、なんかこう生きる糧になったりする時もあるじゃないですか。まあそういう意味で話長なりましたけど、まあ自分が思っているであろう、なんかここあかんちゃうかなとか、ここ人とちゃうんちゃうかなっていうようなとこであったとしても、まあ受け入れてくれる人が一人いれば、全然こう、なんていうんですか、クリアになっちゃうっていう。いや、わかります。なかなか、例えば本当に、なんだろう、悩みとかって、うん、インターネットみたいなちょっと離れた人とか、全然別の人なら話せたりするけど、身近な人には話せないとか、あったりもしますし、うん、まあインターネットで他の人を見て、安心するっていうのも、うん、遠くの人だからできることなんですよね。全然関係のない人だから。
で、まあ、それもね、ちょっと違った話なんですけどね。じゃあなんでトークの人やって言えちゃうのって話なんですよ。なんでなんですか？恥がない、その、から、ですよね。まあ、他の人とどう思われてるかって、まあ、自分の人間関係の中で言うことは怖いけど、他の人だったら言えるってことですよね、まあ。なんでその、言うたらね、生きてる人間っていう意味であるならば、住んでる土地が違うだけで、遠くの人であったとしても、近くであったとしても、人としてのポテンシャルはそんな変わらへんと思うんですよね。もちろん。でも、顔が見えてない距離の遠い人ならば言える理由って何なんですかね。それはやっぱ自分に関係がないからだと思う。そうですよね。うん。自分の日常の中の輪にないからですよね。そうですね。うん。じゃあなんで日常の輪の中にある人に言えないんですか？やっぱさ、自分のことを、まあ、見る目が変わる、離れていくのが怖いから。まあ今の自分の形成しているコミュニティが崩れてしまうかもしれないってことですね。そうですね。コミュニティあるいはその特定の誰かとの関係というか。なんでそれ、そう思ってしまうんですか？なんで、どういうなんでかわかんないですけど。その、自分のコミュニティが崩れてしまうと思ってしまう理由って何なんですか？それは、受け入れてもらえるもらえない、理解されるされないっていうのは人によって違うからじゃないですか。ですよね。うん、要は自分の身近にいる人であるならば、これを言ってしまったら受け入れられないかもしれない。もし受け入れられなかったとするならば、今まで築いてきた日常のコミュニティ、崩れてしまうかもしれない。そうすると明日からすごい行きづらくなっちゃうよな。学校にも行きづらくなるよな。会社にも行きづらくなるよな。だから、言わんとこうですよね。うん、そうですね。でも、その、遠くにいる人であるならば、仮に受け入れられなかったとしても、その人と明日はわけじゃないから、その場ではいさよならってしてしまえばいいじゃないか。っていう割り切りですよね。そうです、うん。じゃあその割り切りを近くの人でもできたらどうですか？それは、どうなんだ？理屈だけで言うとね、遠くの人であったとしても近くであったとしても、自分の価値観を受け入れてくれるかくれへんかっていう意味では一緒のリスクなんですよ。そうですね。まあ、大体の人が同じだと考えるならば。そう。うん、で、もし受け入れてくれなかったとするならば、明日から行きづらくなるよなって思う気持ちも一緒なんですよ。ただ、遠くにいる人は会わないってだけの話なんですよね。でも、遠くにいるから会わないからいいやっていう割り切りじゃないですか。そうなのかと思って。勝手にそう自分が思ってるだけでしょ。だって、だってインターネットで付き合った人間、自分と距離、物理的な距離が離れている人間だとしても、インターネットのコミュニティっていうのも存在するわけじゃないですか。はあ、ははあ、ある種一人の人間に自分の価値観が受け入れられなかったとするならば、気まずくなるコミュニティってあると思うんですよ、インターネット上でも。ありますね。で、時に人は、そういう島を毎回変えてる人いますよね、なんか。ここのコミュニティで気まずくなったら、また別のコミュニティを、なんか作ってそこで。で、また、そこでもなんか気まずくなったら、またそこに抜けてっていう風にやってますけど。でもそれって、その人にしてみたら、すごい割り切り早いですよね、なんか。バッサバサ切っていってるじゃないですか。本当、そう、廃棄するっていうか切り替える、なんか心理的なコストが低いんでしょうね。でもその人は持ってる能力として、今までいたコミュニティを割り切って切ることができるんですよ。それがもし、身近なところでもできたらどうですか？それは、まあ、行きやすいですよね。そうですよね。だから、まあ言ったら、身近なところでそれをしてしまったら、例えば、まあ極端な話、めっちゃ会社のコミュニティがはぶられるとか、あると思いますよ、はい、実際。でも、その人にしてみたら、自分の価値観を受け入れてもらえへんやったら、切ったるわいっていうことができる人やから、気持ちは多分楽やと思うんですよ。楽ですね。だ本当は、そこに距離っていうのは、あんまり関係ないよなって思うんですよね。要は、自分の、例えば価値観とか、自分という人間とか、それが、受け入れられるか受け入れられへんかってなった際の、自分の心の中の、まあ、問答でしかないじゃないですか、そういうところ。まあ、結局、そうですね。まあ、同じことは同じことですもんね、だって。ある種、まあ、極端な家庭として、まあ、お金に困ってない生活をしているという前提であるならば、はい。例えば、学校で、なんか、自分の行ってる学校で何かしら問題が起こったとしたら、
じゃあ別の学校転校するわ、つってね。うん。行ったわけじゃないですか。確かに。それはインターネット上のコミュニティを切って次に行くのと何ら変わりがないわけですよ。うん。でも、まあ現実世界はなんだかんだで、何が現実かってお金の問題だと思うんですね、結局ね。うん、うん、うん。そんな手っ取り早くこう、引っ越しとかもできんし、なんか、転校もできんしっていう。でもお金があったら多分それできると思うんですよ。うん、うん。まあそういう意味では、イコール、現実は何かと、イコールお金の話っていうのが現実だと思うんですけど。おお。まあそれはまだ別の話として。ただまあ、心のメカニズムとしては、別に遠くであろうが近くであろうがやろうと思ったらできると思うんですよね。うん。本当は。本当は。まあ、ただ、っていうことですよね。うん。まあ現実の問題、それはなかなか難しいわけですよ。うん。メカニズムとしては、そういう話であって、みんなにそうせえっていう話ではなくて、それは当然前提としては現実問題、なかなかそれができひんわけですよ。はいはい。なぜなら、多くの人は自分を拒絶すると思っているだろうし、うん、多くの人は自分の価値観なんか受け入れてくれないと思っているだろうし、うん、って思っているだろうしから派生する恐怖っていうのがあるじゃないですか。あります、うん。だから言えないっていうね、そういうサイクルに普通に人は陥ると思うんですよね。僕だってそうですよ。うん、でもやっぱこの大神さんのこの漫画は何がすごいかっていうとね、結局ヤギ沼くんが受け入れるんですよ、そこ。ですね。そう。うん。本当に。なんか本当、どんなことでも受け入れてくれるんじゃないかという。そう。今は、エロに限ったことですけど、他のいろんなね、例えば言えないことってあるんですけど、うん、そういうことも含めて受け入れてくれる気がしますよね。そう。あれはね、すごいなぁと思って、うん。単に、言ったヤギ沼くんは、まあ、あくまでこれ漫画なんでね、フィクションだから都合のいいとこも、それはもちろんあるんですけど。うん。まあ、言ったら漫画の設定として、ヤギ沼くんは、過去に自分がそういう体質であるから、ゆえに、そういういろんな人の思考に触れてきた結果、人が嫌いだっていう生き方になる可能性もあるじゃないですか。そうですね。うん。でも、ヤギ沼くんはもう人っていうものはそういうもんだっていう風になってしまっているので。なってないんですよね、それには、うん。うん。人嫌いにはなってないじゃないですか。うん。あれがなんか、すごいなと思って。この、まあ、だって今もこうやって友達を作ろうとしてるわけですからね。それでも人に興味を持ってるんですよね。うん。で、それは、人は、それはもちろん、なんかいろんなことを思ってて、本音と建前もあるよ。それでもなお、友達が欲しい、みたいな感じのところが、ヤニモ君すげえなって思うわけなんですよね。うん。なんだろう、それ、本当思ったのは、ヤギ沼さんにと、ヤギ沼くんにとっても大神さんがなんか救いだったんだなっていうのは、そうそうそう思います、見てて。言ったらね、ヤギ沼くんは体質がそういうのであるがゆえに、嫌で、嫌が鬼も人を受け入れざるを得ないわけじゃないですか。うん。で、それで大神さんは救われたわけじゃないですか。ある種、うん、自分の性的マイノリティが肯定された的なところがあって。そうですね。うん。で、ヤギ沼くんも自分の能力がそういう体質であるということを大神さんに、こう、なんて言うんですか、まあ、ある種バレた。うん。でも、大神さんは、それでヤギの向かいに対する接し方が変わってないんですよね。そうですね。なんやったら積極的にヤギの向かいに触れたりするんですよ。時として。うん。で、それは言ったヤギの向かいからすると、自分の持つ特殊な人と違う体質を、まあ、受け入れてもらえているという話。まあ、肯定されているという。そう。うん、だと思うんですよね。だから結局、まあ、人が人を肯定すれば、全てがうまくいくんだなっていう、のが、なんか、いや、深いなっていう感じ。確かに。確かに。うん。あで、ある種、自分のことを受け入れて欲しければ、まず人を受け入れろよっていうね。そういう深さがあるよなっていう。ま、この、なるほど。ま、この大神さんだと、ま、反強制的にそういう格好になってるわけですけど。うん。でも、確かにそうですね。うん。うん、ただまあ、理想ですけどね。まあ、実際問題。まあ、ただ間違ってはないなーっていう。うん。でもこれに近しい話は僕結構昔にあって、実は。現実で、はい。はい。やっぱその、中高ぐらいまではなんかこう、結構こう、人の目を気にするような生き方やったんですよ。やっぱりこう、うん、オタクっていうことで罵られた生き方もありましたし。うん。なんかこう、いじめられてるのもすることもありましたし。うん。別にオタクが理由じゃないですよ。なんか、人として単純にいじめやすかったなと思うんですよ。うん。そういうのでいじめられたりもしてて、やっぱこう人柄見られる。なんか、なんていうんですかね。ネガティブな考え方ですよね。
いじめられないようにしたいみたいな感じのこうネガティブな、ね、そういう気持ちを持ってしまうとすごい人の目を気にするようになって、うん、まあ、どん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 そっちの方向に行っちゃうわけですよね。一番わかりやすいのはこれ結構多くの人がこう経験すると思うんですけど、あの電車の中でなんか遠くにいる女子が笑ったら自分のこと笑われてるんじゃないだろうかみたいな感じのね、被害妄想もええとこなんですよ今考えたら、うん、思い込みで全然向こうなんか自分のことなんか何も注目もしていない。でもわかりますよ、その僕もそういうメンタリティの時はあったのでわかりますよすごく。でも冷静に考えてみたら笑ってるわけなんかないんですよね。すげえ思い込みもええとこなんですよ。でもそんな風に思ってしまうぐらいなんかすごい視野とかがすごい狭くなったりもしてたんですけど、うん、まあ大学に入った時にある種こう僕の行ってた学校がまあ芸術系の大学やったんで、はい、なんか変なやつが多かったんですよね。なんかははははで、その中で一人僕のことやたらいじってくるやつがいて、ほう、言ったら僕の持っている恥ずかしい部分であるとか、はい、人に言ってほしくないような秘密とかを、はい、すぐバラすやつがおったんですよ。はい、ただそいつは、それを面白おかしく人に伝える風、ことができるやつやったんですね。ああ、ちゃんと、プラスの言い方でというか。だからその場に人間がネタとして笑って済むような、感じになって終わるっていう、うん。だから僕としても、嫌やけど、嫌じゃないみたいな変な感じがこう、最初の方が続いてて。ははははで、ある種、どこかのタイミングで開き直ったんですよ。なら、うん、なら、それを自分でもネタにしていけばいいじゃないか、みたいな感じで。うん。だ、それはその、なんだろう、その沢田さんの性質が受け入れられてるからですよね、少なからず。そうですね。ある種、自分が恥ずかしいと思ってた部分であったり、こう、嫌だな、バレた人に知られたら嫌だなと思ってた部分が、その友人を返すことによって、その場にいる何人かに笑い話として受け入れられた、受け入れられたわけだから。まあ、それでもいいんだと。そうそうそう、うん。そうですね。本当にそれでいいんだと思ったんですね。うん、で、そこから徐々に自分でもそこを開示することによって、なんか、とても有益な友達関係ができたなっていう。ああ、素晴らしい話じゃないですか、ことがあったんですよ。でもそれはやっぱりその一人の友人がいないと馴染めへんかったことなんですよ。うん。結構、なんかそういう話を聞くと、ああ、人との出会いって、運だなと思うところもあるし、うんうん、その、そういうことがあるからこそ人とちゃんと自分もオープンにして付き合っていかんといけんなとも思いますね。うん、でも結局大人になった今、そいつと話してるのも別にそいつは俺のことを何も思ってなかったですからね。単純にそいつは、そういう人の恥ずかしいと思う部分をいじるのが好きやっただけのやつなんですよ。別に誰も俺のことを思ってやったわけでもないしね。いや、その、それを好きっていうのもちょっとあれですけど。だから言ったら意地が悪いやつやったんですよ、そいつはね。はいはい、はい。だから別にそいつは多くの人から好かれてもなかったし。うん。ただ僕はそいつに感謝はしてましたけどね。まあ、結果的に。結果的に。うん。なんかそれから徐々に、ある種、羞恥心っていうところがすごい削られていって、なくなっていって、そいつのせいで。はは。なるほど。で、何でも言えるようになったっていうところはありましたけどね、なんか。へえ、面白いですね、その、うん、やっぱその価値観の形成は人ですね。そうですね。だからやっぱり本当に今自分が思ってることは言ってもいいんだって、自分で思えるかどうかっていう話かなと思って。それはもちろん自分が思ってることをそのように口にすることによって、人に嫌われたりすることも多くありましたよ。うん。だから、大人になるにつれて人は配慮っていうものをこう、覚えていくわけですけど、うん、その心の中で思っててもこの時は言ったらあかんなとか。うん。でも、その時に思ったこと自体は、別に悪いことではないっていう感覚ですよね。そうですね。うん。わかります。その、こう、どう言ったらいいんだろうな。この漫画で言ったら、大神さんはずっとエロいことを考えていて、そうそうそう。エロいことを考えてることが周知にバレたら、え、女の子なのにとか、そういう目線で見られる、世間で言うところの、まあ、なんていうんですか、普通の価値観から照らし合わせたときに、あの子変やな、とか思われるとか、うんうん、そういう風に思われるのは嫌だ、恥ずかしい、だからバレたくない、っていう気持ちがあったとしても、エロいことを考えてること自体は別に悪くはないじゃないですか。そうですね、もちろん。うん。ってことを、まあ自分で思えるかどうかですよね。ああ、確かに。ある種、さっき言ってたそのインターネット上での価値観の触れ合いっていうのもそうで、うん、俺、なんか、巨乳好き、俺貧乳好きとかね、性的嗜好がよりこう表に出しやすいけど、
でもこんなエロいことを考えてる俺は別に悪くないってみんな思ってるわけじゃないですか。そうですね、もちろん。うん。なんかまあ生き生きとしてるやと思うんですけど。うん。まあでもそれを悪いことだと思う人もいるんですよね。まあまあそこはね、多分ね、表現している側も場所選んでないやつ多いからね。結局、やっぱインターネットってなんか、その、さっき言った通りのことなんですけど、自分でその思ってること自体は別に悪くはないですよ。どんな価値観を持ってるとしても。はい、それはもう自由は、なんか、そもそも自由ですから何を考えようとも、うん。ただやっぱり、配慮がない場所でそこをやってしまったりすると、それは嫌われるようなと思いますよ。うん、まあ、定期的にこの手の問題になりますよね、うん、まあ、そりゃ、うん。で、インターネットでそこの境目がめっちゃ混沌としてるから。うん。現実ではできるゾーニングっていうのがしづらいというかできないというか。実は自分の島やと思ってたけど、他人の島とちょっと被ってたりするじゃないですか。うん。で、その他人の島と被ってるところに住んでるやつが全然自分と無逆の価値観を持ってるやつとかやったりすると。はいはいはい。ウォーが起こりますからね。まあ、それもまた。怖いところでは。もう、もう、戦争とは価値観の違う者同士が争うことですからね。はい。わかります。だからまあ、時としては、まあ出さないっていう選択も、そらいるよなと思いますよ。うん。そら、狼さんかって、ところ構わずやることばっかり、さらしてるわけじゃないですから、狼さんは。うん。基本はまず隠してますからね。ただ真相心理の部分で、それが人に分かられたとしても嫌われるわけではないと。少なくともヤギ沼子に嫌われるわけではない。っていう安心感がね。うん。彼をこう、生き生きとさ、彼女を生き生きとさせるっていう。なるほど。そう考えると、この二人は、すごいいい関係の二人なわけですね。そう。ただ僕はこれはね、やっぱり深いなと思うが。はい。その、ヤギ沼子の思ってることは誰も聞いてないんですよ。はい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 、確かに。そして、ヤギ沼くんはオープンにしていないんですよ。うん。あれがすごいなと思って、この先どうなるんだろうっていう。そうですね。ある種、ヤギ沼くんは、自分から聞かずとも、自分の体質を使えば、その人の考えてる本音っていうものは聞けるわけやし。うん。で、聞かれた側の大亀さんからしても、ある種楽じゃないですか。自分から言わなくてもバレてしまうっていう。まあ、楽ではありますね。一心伝心が一方通行でできるわけなんですけど、うん。大神、ヤギ沼くんの考えてることは、聞いてあげないと分からへんし、聞いたところでヤギ沼くんが言いたくなければ分からないですよね。だからすごい分かられてる一方通行になってるんですよ、このコミュニケーションが。そこ不平等なんですね。そう。だから、ヤギ沼くんは大神さんに持つ気持ちですごい悩むじゃないですか。で、それの悩みを解消するときの友達とのコミュニケーションってめっちゃアナログなんですよね。やし、ヤギ沼くんが生来持つ変な価値観。なんか、よくわからない、特殊な、ちょっと変じゃないですか、ヤギ沼くんも。まあ、はい。だから、人ねじれ、太ねじれするっていうところが、なんかおもろいなと思って。なるほど。いや、わかります。なんか今後、どうなるんやろうっていう。ヤギ沼くんはどうなるんだろうっていうね。苦しむと思うんですよ。うん、実際、現状でもちょっと苦しんでたので。まあ、でも、なんか、なんだろう、二人とも好感持てるんで、この二人ならうまくいくだろうし、行ってほしいな、みたいな、思います。一応、二巻の最後にね、ある一つの一段落がついたから、そう。ああって思いましたけど。でもなんか、そうなったからこそ、また新たに出てくる問題ってあるよな、って思って。いやー、本当に。本当そうです。ね。いやー、いい漫画ですね。いや、そうですよ。いい漫画です。だから僕はもうすぐコミックスを買ったんですよね。なるほど。僕は、最初、大神さん可愛いなしか思ってなかったですわ。大神さんはね、可愛い。いや、でも大神さんのじゃあ可愛さって何から来てるんだって話なんですよね。多分、やっぱね、素直というか、ピュアというか。自分の気持ちにどこどん素直だったとこやと思うんですよね。見る外を見て、チンチンやって思ってしまう、この、素直な。そうですね。うん、常に男の人のチンコを見たいと思ってる気持ちとか、なんか。そう。チンコ見せてって言うんですよね。あとなんか、普通にこうエロい妄想するじゃないですか、なんか。はい。だいたい、なんか1話に1回しますからね。そうですよね。まあちょっと2人の関係性は今後もなんか気になるなっていう感じの漫画なんですけどね。はい。まあまだ2巻なんでね。お求めやすいですし。皆さんか。ヤギ沼くんも一応オープンになってきてるんだな。ヤギ沼くんも一応オープンはオープンなんですね。
なんか、うん、少しずつ努力をしてる感じ、その、友達との関わりを通して、あ、これは言わないといけないんだとか。うんうん。うん、そうですね。その相手は君がいいって言ってますからね。うん。やっぱか、やっぱ、あれですね。なんかこう、人として、持ち得る、はい。心の奥底に眠っているであろう本音っていうのを言い合っているっていう、このシチュエーションがこう見てて、あーって、感動するんやなっていうとこっすかな。確かに。現実はそうはならへんもんなっていう。確かに。フィクションに対する、まあ、憧れというか、そういうとこっすよね。うん、いいな。だからまあ、仕組みだけで言うならば簡単な話でみんなオープンになっていったらいいんですよ。自分の気持ちのオープンになった上で配慮していったらいいんですよ。うん。いやでも、沢田さんの言われた、もうオープンになるからこそその、生き生きとするし、人との関係も生まれるっていうのは、ごもっともだと思う。いやー、ほんとそうですね。まず自分が何を言って、思っているのかを言わないとわからないですからね。うん。そう、人は言葉に出さないとわかんない。そうなんですよね。これね、作中でも言われてますけど、本当に。まあ僕的にはそんな感じかな。はい、私も、たくさん喋れました、うん。はい。じゃあまた。うん、続感が出て何か面白いことがあればね、またこの漫画の話するかもしれないですけど、はい、ちょっとかけていきたいなと思ってますんで、はい、興味を持っていただいた方はぜひ、セマそのリンクから買っていただくとね、私のそのお小遣いになりますからね、はい、それもオープンマインドでちょっと言っていかないといけない、いや重要ですよ、重要ですよね、まあ、言った方がそのね、いやらしくないっていう問題もありますからね、ぜひ何かAmazonで買い物する際は。セマーサのアマゾンリンクを通してね、あの別に僕がリンクとして貼っているものを買わなくてもね、僕のリンクを通してアマゾンで買い物をすると私のあのお小遣いになりますから、ぜひそうしていただければなというオープンマインドをちょっと出していこうかな、うん、はい、重要だと思います。まあ、はい、私もあの別のポッドキャストやってますんで、そちらの方もジャンプについて喋ったりしてますね、もしよろしければという。そうですね、オープンマインドを、クラウドファウンディングもやってますからね。して。ああ、番組の宣伝して、しなくていいんですか？そんな感じで。宣伝、じゃあしましょうか。せっかくなんで。うん、まあ、私がメインで、自分のポッドキャストとしてやってる、まあ、下さんの緩い感じのラジオというのを、まあ、休止中なんですけど、ちょっとそろそろやんないとな、とか思ってるラジオがあるのと、うん、押し込まんさんという方と、まあ、ジャンダンという、毎週ジャンプについてだいたい1時間ちょっと話して、うん、その後フリートークとしてなんか1時間ちょっと話すというのを毎週月曜日に生放送やって、それをポッドキャストとしてアーカイブ配信しておりますんで、はい、まあ、そちらの方もぜひよろしくお願いします。はい、聞いてください。はい。はい。はい、そんな感じで結構いい時間になってきましたから終わりにしましょうかね。はい。はい。はい、お送りしたのは沢田信也と。はい、明日さんでした。それでは皆さんまた次回さよなら。はい、さよなら。